けど、気温は結構暖かいんで、ちょっと風で喉がやられてるんですけど、10時10分、空港に到着しました。とりあえず、降ろしてもらってね、後で親と合流します。もう涼しいね。中は暑い。今 T シャツ1枚しか着てない。雨声がやばい。で、飛行機を送ってきたことからね、結構近くから見えるっていうのはめったにない機会というかかな。はい、かな。トリオエア大韓航空。機械だけって書いてある。うん、結構響くな。じゃあ無事にシアトルへ着けますように。いい景色やね。ふがしい。多分機内も仕込みやんから。現在午後3時10分を過ぎており、無事早礼到着いたしました。で、今乗り継ぎゲートに向かってるんですけど、もうすぐ次の便に乗って行けるみたいなので、シアトルから日本に帰ってきた時には途中でラスベガスで寄ったんですけど、今回はラスベガス寄らず、そのままソウルから直接シアトルへ帰れるんです。まあ、ソウルから、ね、シアトルまでがちょっと遠いんですよ。どれぐらい8時間9時間ぐらいかかる予定なんかな。飛行機の中を楽しみたいと思います。やっほー、 Hey everyone、 はい、終わり。シアトルへ着きました。今からスーツケース取りに行きたいと思います。スーツケース2つとも無事、ラップしちゃったし、そのとこちょっと破れとるけど、まあまあまあ、ちょっと全然かっこ悪くないけど、でも、感じのお客が、この収集に、世界に来てくださるみたいな。外にいるみたいなので、スーツケース2個なんで、ね、カメラ持ちながらちょっと、ちょっと無理に、ちょっと無理に、こんな感じで。シアトルの空港です。気温はそこまで高くないけど低くもない。曇っとるからちょっと冷たい感じがする。でも長袖1枚でもまあまあ大丈夫かな。もう風が吹いたら上着1枚いるぐらいかな。あ、おった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 。I knew it. Hi.